日本のサッカーのレベルどう思いますか？勘弁してよ、ブラジル帰るよ、うん、人をかけただけで1年間出場停止食らったの。お肉だよ、負けながら千駄ヶ谷からずっと読売なの。社長がいて、クビにしないでください、家族が困るから、お願いします、うん、お願いします。20歳の時に読売クラブに来て、はい、これ与那城丈司さんにスカウトされたんですか？そうです、丈司さん恩人だよ。どういう流れだったんですか？ブラジルに来たんですか？まあ、それはまたね、面白い話です。あの当時読売クラブが、うん、あの2部リーグで優勝しても、なかなかエレカイ戦で、はい、トヨタに勝てなかったんですよ、はい、2年連続に、はいはい、それ丈司さんが社長に、私やっぱ一部リーグ上がりたいから、この休暇でブラジル帰るから、うん、スケートでちょっと2人連れてきますよ。それで丈司さんが狙った人が、はい、1人がセンターフォワードで面白い人で、はい、婚約してて、はい、で婚約者の人が、あんた日本行ったらもう終わりだぞそういう人ビビって残った、うん、それでもう1人、私も本当に仲間で、この人マジがうまいですね、うん、お母さんと話してて、あのプロ選手でちょっとどっか連れて行きますよって言ったんですけど、うん、お母さんがブラジル国内でサンパウロからどうかリオかどうか連れて行くと思ったらしいんです、はい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 、いや日本連れて行くの。そのお母さんがいきなり具合が悪くなってソファで倒れて、うん、それダメです。そのもう一人カールスっていうの、まあ本当に兄弟みたいな選手が中盤で決まって、はい、あと一人どうしても、でもどんどん迫ってきて、いや一人がいるよ、うまいやつがいるよ、うん、カリオカいるよ、カリオカにはうまいけど、でもあいつがね、金貨パイで、あなたあなたメイクかけるなとか言ってさでもうまいよとかそれでジョージさん連れてきてくれたんですよ。もともと金貨パイですか？半端じゃないですよ草っ坂で毎週喧嘩ですここから喧嘩、相手のサポーターもグランドピッチの中に喧嘩しないと地元帰るとボコボコにされるの、あのカリオカ来い、お前なんであそこ逃げたの、お前男やろって仲間に見せるか、お前とそうだパンパン、はい、そうですよ、毎週ですごい、いや半端じゃない。あの与那城丈司さんってこれどんな存在ですか？丈司さんは、いや丈司さんはやっぱりまず人間としてはやっぱり素敵だったんですよね。私たちもやっぱり毎年丈司さんが休暇で帰った時にやっぱりサッカーゲームとかビラードでものすごい素敵な人ね、うん、穏やかな人、もうサッカーやってもやっぱりうまいけど、うん、汚いことを一切ね、ケイタみたいにしないね、うん、ジョージさんとうちの兄貴が草サッカーでやれると、うん、止められるんです誰にも、うまくて喧嘩始まってもさ、愛するだけはいいと、あシャッポネシャッポネ、ジョージさんがね、はい、日本人、日本人だけ手出さないでよぐらいで、相手のサポーターも認められてたんですよ。あ、マジがやばい。日本ってどんなイメージ持ってました？行く前。持ってないの？何もないですか？ないわ。でも生活に不安はなかったですか？行くことに。いや、そこまで考える余裕がなかったんです。本当に私たち困ってて、うん、まあ給料は本当に18万円ですよ。読売クラブ。読売クラブ。そこでもそれも家族助けられると分かってたからさ、うん、ママに7万円ぐらい送ったら、まあ2、3ヶ月ぐらいに楽できるな、生活楽できるんじゃないかな。それは頭しかなかったの、それ。それしか計算なかったの。あ、だからもう契約して、もう俺は行くんだと。行く。もう生活楽にしたいから。そう。お母さん泣いたんじゃないですか。いや泣いて何時間も私の顔見なかったね。あんな辛い日、あの長い辛い日が。もう今でもないね、10時間ぐらい無視されたのに飛行機乗る手前ぐらい午後ぐらいね、うん、好きなケーキにコーヒーと食べてとパー食べてとはっと、あ、ありがとうママありがとうと言って無理やりいてさ、ダーク来てチューチューしたらさ、そこからまた涙でさ、お前本当に行くのと、行きます、うん、ここで大変だったんです。うん、もう思い出すだけで、まあでもきっと良かったです。あのこう人生の中で日本でサッカーすることなんて想像してなかったじゃないですか。ない全く。大変だったと。帰りたいって、もう日本ブラジル帰るよ、うん、ママに手紙2回ぐらい書いてる、うん、帰りますよ、うんうんうん、リオで頑張りますと、うん、1ヶ月ぐらいはもう辛いな、読売のからもう家も泣いて泣いてばっかりです、うん、その時ちょうど読売クラブにあの
ポルトガル人の選手がいました。彼女が素敵なモデルさんで、あ、誕生日会やるからさ、うんうん、ちょっと一緒に行きましょうよと。それ赤坂だったんですよ、はい、そのパーティーが。パーティーが入った瞬間に、うん、誰が帰るかもうまあまあもうちょっと頑張るわ、もう頑張るって、稼げますよ、安心しろいや、まあ、ディスコだったらもうやばいやばい、綺麗な人多くてさ、モデルさん、女優さん、名前今言えないけど、モデルさんが 2,3 人がいまして、もう最高だ、楽しかったんですね、もう残るしかないんだよ、もうで実際に日本に来てサッカーやるじゃないですか、はい、日本のサッカーのレベルどう思いました？最悪でしたか？ブラジルの草サッカーみたいなテレビ放送するんです。草サッカーを？草サッカーで、はい、そこからも本当にいろんな有名な選手とか監督見るんですよ、うん、お客さんが400人か500人です。うん、日本リーグの釜山戦、みんながテント張って何やるのかと読みるんでしょ、うん、はい、それでみんな弁当食べてた、うん、もう120人ぐらい、うん、ほとんど親戚だ、何やそれちょっと1ヶ月前ぐらい草坂で300人の前でプレーしてるの、これ日本リーグだ、おい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 勘弁してよ、ただ選手が、あの、うまい選手が賢い選手がいましたね、うん、すごい三菱のお茶屋さん、お茶屋さん、うん、天才、うん、すごいね、ネオス吉村さんが素敵な選手がいまして、はい、素敵な方がいて、うん、彼のキックパスのキック精度が展開ピン、それでぴったりね、鎌本さんに、鎌本さんポンと落としてポンとシュートで、バーッと福古川が奥寺さんにポン、長井さんに、まあ、長井さんがやっぱりドリブがうまくて、はい、まあ、天才なんですね、うん、その来た時のポジションってどこだったの？センターバック、スイーパーで来たの。スイーパーで来たんですか？スイーパーです。一番最初スイーパーなんですか？スイーパーです。スイーパーだったらどこに国で行っても自信ある。で、その読売クラブは日本リーグの中でいう、はい、こう2部だったんですか？2部です。来た時は2部です。で、これを1部に上げるためにラモスさんを来たんですよ。来たんですよね。来た。結果はどうですか？来たんだけど、うん、ああ何をしちゃったんですか？人をかけただけで1年間市場停止くらったの。あら、結局リーグ始まる前に、半年ぐらいが経ってないとプレーできないんですよ、はい、リーグできないね、はい、そのルールがあったらしいんですよね、はいはい、まあ、日本のサッカー慣れるために、はい、日本の文化慣れるためによう分かんない、はい、でちょっと出番が来てセンターバックで来てて、7試合か6試合からね、5点ぐらい取ってたんですよ、はい、そうですね、スイーパーで、はい、でも高校が今言うけどね、ベテランの選手と一緒に組んだんです、はい、なんか失点の時に、うん、全部借りようかって言うんですよ、うん、でも通訳がいないんですよ、うん、なんだこれと思ってさ、3回か4回目の時に待ってくれよ、うん、借りようか、ここ左、うん、あなたここここだよそのくらいで、でもそれで、おまわた、まあ、尾身さんも言ってさ、はいはいはい、尾身さん結構いつも冷静で、はい、揉めないように、まあ、尾身さんとみんなが入って、はい、それ監督がすごい気まずくなって、はい、私左のイングにされたんです。そこで3試合目かな、日産と西ヶ丘で試合ありまして、はい、私たちも負けちゃいけなかったけど、でも雰囲気が全部日産に勝つために雰囲気が作られたんです、うん、レフリーとかライズマンも、うん、もう見え見えだったんです、うん、で左のイング試合始まってて、もう前半でファル多くて、うん、でジョージさんが後半かな退場になってんですよ、うん、嘘だろ、うん、それでレフリーに、いやそれないでしょとか言いながら、うん、お前も黄色紙で1枚それ、いきなり監督さんが借りようか、スイッパーやれ、うん、で、まあ、5分ぐらいかな、私スイーパーになって、うん、こんなキックあったんですよ、はい、で私ここをある選手がうまくしてるんです、はい、このボールがどう見てもどっちも無理です、うん、無理だけど、まあ軽くジャンプしたんですよ、相手演技がうまくて倒れたんですよ、うん、ギャーとか倒れた、うん、それでレフリーパッと私のところに来て退場、俺何もしてないって言ったらパッと彼の顔見たら、ニコール笑った。私が彼のところに行って、
てめえこの野郎覚えとけ言うつもりで言ったらあいつ立って逃げたんだもん俺もっとバカが追っかけてきたんよあいつ立って逃げて俺も追っかけてきてロッカールーム行ったら俺ずっとそれ追っかけてるのロッカーの前に私のロッカーの前で尾身さんが帰ろうかもういいよってもうやめろとか言って、うんうんうん、それいきなり月曜日大使館電話ってお前1年間食らったよ、うん、嘘だろと、うん、でも声がそんなふざけてたんじゃなくてえちょっと待ってどういや指紋出てるよ、うん、昨日の退場であんたが1年間出場としてなりましたよ、もうパニックだよ、また電話しますパニック着替えて泣きながら千駄ヶ谷からずっと読売のクラブハウスに、うん、バンバン社長がいて首にしないでください家族が困るから、うん、お願いしますお願いしますまあ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 って言って社長とかみんなが私そんなにね、うん、悪いことしてないと思ったんだもんねあ、はい、あいつは手出してないからね、うんうん、追っかけただけで1年間試合一切出れないんですよね練習試合でも練習やってました練習はできるけれども試合出れない、ね、どうやってお返しするのかなと思ってやっぱり自分で上手くなるしかないなと思って正直日本に来てから上手くなったんですよ、人のプレー見て盗んで自分のものにするのその才能があって、うん、木村和志のプレー見て盗んで一人で練習してたんですよ、うん、俺絶対上手くなってその恩返しいつか昇格させようかなと思って、うん、次の年に昇格できたんですページがラモスさんがいない間に そう昇格しちゃったんですかそれ自分でブラジルから、はい、ブラジル太鼓持ってきて、うん、サポーターの太鼓持ってきて叩いたの俺は日本で初めてだよ今その映像あるんですラモスさん応援してたんですか応援してたの、うん、試合に出れないから応援でもしようと応援しかないでああすごい一生懸命ですよそしてその1979年の4月1日に古川電機工業とのサッカーとの試合で復帰しますよね復帰します勝つことしかないし目立たなきゃいけないな松木さんこれどんな存在ですか松木安太郎いなかったら日本に残ってないいつかこの人たちがブラジル返さなかったのが良かったなと言わせるぞ、うん、そして1989年に日本国籍を取得とマスコミがあの当時が日本から追い出して読売クラブが守ってくれたんですそれが恩返しするでしょ、鈴木啓太チャンネルをご覧の皆様、動画がいいなと思ったら高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。